みんなは当然知っていることなのに、遅ればせながら最近知ったこととは何ですか？夏になるとみんな麦茶飲むじゃないですか。でも、もうこの方私28年間ずっと麦茶って言ってました。麦茶かと思ってて、そしたら友達に、え、麦茶だよって言われて、麦茶ってなって、あ、そうなんだみたいな。全然知りませんでしたね。びっくりです。麦茶。ジェネレーションギャップを痛感、ショックを受けた出来事を教えてください。この前、なんか目黒の二郎に行ったんですよ。ラーメン二郎。目黒のラーメン二郎に行ったら、年の離れた弟がいるんですけど、なんか500円だったよって LINE したんですね。そしたら、困ってきて、は？って送ったんですよ。困って何？と思って。そしたら、これマジ？ハテナ。ってことって説明されて、あちゃーみたいな。自分はおばさんなんだなーって痛感しました。びっくりしましたね。もう全然話通じてないじゃんみたいな。大好きな彼氏が大人向け動画を見ているのは許せますか？また彼氏が風俗のサービスを受けるのは許せますか？発覚した時それぞれどう思うか教えてください。ぶっちゃけ彼氏になったら結構厳しいかもしれないです。なんか男友達とかだったらカジュアルに聞き流せるんですけど、実際に自分の彼氏が大人向けの動画を見ていたり、なんか風俗のサービスを受けるって聞いたら、ショックで寝込んじゃうかもしれないです。男性のひもパンほど気率は 100% と聞きました。マリカさんの経験上、やっぱり男は全ひもパンを途中でほどきたがる生き物なんですか？そうだと思います。ひもパン、ま、ほどかれなかった経験がないですね。だし、なんかその、自分もやっぱり戦場っていうんですか？なんか、エッチする日ってわかるじゃないですか。だからちゃんとそれを入ってくし、そのほどかれる姿っていうのもなんか想像して、朝それ履いた時にちょっと興奮してる自分がいます。